解放運動無名戦死後、2014年2月1日解放運動無名戦死後は日本の社会運動や革命運動に関わるも志半ばで死去した人々を合奏する共同墓所である東京都港区の青山霊園内にあり日本国民救援会が管理している1920年代後半にベストセラーとなったルポルタージュ女皇愛氏の著者細井脇蔵の死後 友人の藤森正吉、山崎傑やらが、細井脇像医師会を作った。医師会は、墓地のない細井や、解放運動犠牲者たちの遺骨を葬るため、預かっていた細井の印税で、青山墓地に権利を買った。藤森が破壊しに、無名戦死亡の五文字を記号して、1935年3月28日、弾圧を避けるべく密かに、検碑式を行った。その後、 破壊周囲には有志鉄線が張り巡らされ、近づくものは厳しく監視されるようになった、と言われる。戦後1948年、石踏みは、医師会から、老農救援会に移管され、悲鳴に、解放運動の四文字が加えられた。同年3月18日には、第一回解放運動犠牲者合奏追悼会が、開かれ、墓前での合奏祭も行われた。以来、 パリコミューン記念日にあたる毎年3月18日、日本国民救援会によって、新たな解放運動物語者を加えた、追悼式が行われている。2016年3月18日の第69回解放運動無名戦士、合奏追悼会では、1112人が新たに合奏され、合奏者総数は44,021人となった。 日本人ばかりでなく在日韓国、朝鮮人も合奏されている。同様の趣旨で設けられた慰霊碑や共同墓所が日本各地にあり、合司祭や追悼式典が行われている。